はい、こんにちは。今回は久々に抽象画のご紹介です。これはね、私の、作品として描いております。で、そのね、ちょっと描いている過程をご紹介できたらなと思って、今回動画にしてみました。イメージとしては桜をね、イメージして、描いております。これはね、たくさんの色を土台に、乗せて重ねていって、どん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 ね、色の深みを出していき、最後にようやくね、桜の色合いをバーンとね、乗せていくという感じでね、下地にとにかくたくさんのね、複雑な色合いを次へ次へと重ねていって描いております。で、この雰囲気っていうものもね、表現するためにハケを使って、色をぼかして、で、またその上からね、ペインティングナイフを使ってちょっとこうテクスチャーをつけるような感じでね、今もねやっておりますけど、こうペインティングナイフを使って色をのせた時と、筆とかハケを使ってのせた時っていうのはね、全然このね、雰囲気が変わるんですよね。で、これも今ね、ハケでぼかしたりしてみますけども、全部をね、ぼかすのではなくて、部分的に残しながら、部分的にね、ぼかす。で、またぼかしたら、その上からペインティングナイフの裏にね、ほんの少し平らに絵の具をつけて、それをまた上からね、こすりつけるようにしてね、ガサガサガサーっとね、表情を作り出すんですね。これも今ね、全体にやってるように見えるんですけども、このね、ハケの動かし方とかね、触れる部分、触れない部分を作ったりしているんですね。ハケも様々なね、こう角度をつけて動かしてみたりとかね、方向を様々にしてみたり、またその力をね、強弱をつけて、この部分部分のね、表情を変えていく、色の混ざり方とかね、そういったものも見ながら、このね、ハケの動かし方とかも変えているんですね。で、また部分的にぼかして、また重ねて、さらに上から重ねてっていう風にね、色をどん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 重ねて、下のね、色をこうね、活かしながら深みを出していく描き方をしております。で、抽象画のね、一番このね、楽しむというか、色を合わせる時にね、表情を作りやすいのが、このキャンバス上で色をね、混ぜ合わせていくっていうね、描き方ですね。最初からね、色を作るのもいいんですけども、この、キャンバス上で、例えばね、この今やっているピンクとかオレンジだとしたら、このね、オレンジをのせて、その上から、白をペインティングナイフでのせて、で、ペインティングナイフをね、こう 上から触れるような感じで色を混ぜ合わせていたりとかね、そういう風にすると、なんかね、部分的にこう混ざり合う部分、混ざらない部分とかね、出てきて、この表情がね、作り出しやすいんですよね。そしてまた部分的にハケを使って、全部ではなく部分的にぼかすぼかし方をしたりとかね、そういった風にね、様々な描き方を活かしながらね、描いていくとね、結構いろんな表情が、この画面の一つの画面の中にもね、さまざまな、この質感っていうものが出てくるんですね。で、今これね、先ほど、説明していたやり方ですね。緑をのせて、その上からね、白をのせてます。で、こすりつけたりね、ちょっとそぎ取るような感じで削ったりしながら色を混ぜ合わせていく。で、このね、下の方の緑を、ペインティングナイフでね、こすった後、そのまま上に持っていくことで、ペインティングナイフにね、若干ついた色を上の方にね、かすめてつけたりとかね、そういう風にね、色を広げる広げ方っていうのもね、あるんですよね。
そうすると全体的にねバランスを見てこう色がねいい感じに広がってくれたりもするんですね。これも今青をねパパパパパーっとねとりあえず波形でファッファッとね流して今全体のバランスを見て入れてますが、これハケでねほんと乗せるような感じ、色をふんわりとねこう塗るというよりはね乗せるという感覚でね今全体にやりました。そしたらねここでまたペインティングナイフに持ち替えてその部分をこするようにしてね色をなじませてます。そうすることでね先ほど塗らなかった部分にもこの青いね色合いっていうのがねかすかにこうね広がってくれるんですよね。そういったね描き方していくとね、結構いろんな表情を作り出すことができて面白いんですね。でこうしてまたペインティングナイフを使って色をのせていくことでこの下の絵の具が乾いてない時なんかはねどうしてもね色が濁りがちになってしまうんですけども、ペインティングナイフをね使うことでねうまーくねこうね色が馴染んでくれます。でまたこれもねハケでふわーっとね今ちょっと水を多めに浸したハケでふんわりと広げてますけども、これもね部分的に、こうねぼかす部分ぼかさない部分っていうのを作ってますね。こんな感じでね色をね重ねていってますのでね、ちょっとねではここからどん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 色をね上から重ねていって、深みをね出てくると思うのでぜひ楽しんで最後までね見ていただけたらなと思います。あとこれはね私の自分の作品としてね描いているものをご紹介しているのでちょっとね画面、近くでね見づらいかもしれないのでちょっとこのね今やっている、この技術的なものというかね、描き方のね様々な方法を分かりやすくちょっとね小さな抽象画でね近い部分で見やすくして動画をね、ちょっとご紹介しようかなと思ってますのでね近々そういったものもね動画をアップしてご紹介できればなと思っています。今描いている描き方のね部分的な、ところをね細かくご紹介する動画をね作ろうかなと思ってます。なのでねちょっとチャンネル登録がまだの方はねぜひよろしくお願いいたします。ということでねぜひ、抽象画を描かれる方は波形やね、ペインティングナイフの様々な使い方などそういったところをね参考にしていただきながら、楽しんで、どん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 ね変化して色がね移り変わっていく、このね画面を最後まで楽しんで見ていただけたら嬉しいなと思います。それではご覧ください。たまにね途中途中で急に話し出すことがあるかと思いますがねちょっと説明をね入れたい時だけ、たまにね唐突に話しますね。
で、ここからね、いよいよ一番表面に見せたい色ですね。表面の色合いがね、徐々にここから入れ始めましたね。ピンクのね、この桜をイメージした色をね、いよいよここからです。もうね、この今の段階に至るまではほぼ下地というね感じでした。もうね、ここまでね下地、ここからいよいよね上に、見せたい色ってものをね、今度はね表面に、こうね重ねて出していくっていう感じでね、ここからどんどんピンクがね鮮やかになっていきます。このねキャンバスってこれね 2.5 センチぐらいの厚さしかないんですけども、私の中ではもうこれね、どうだろう、10メーターぐらいのね厚みが、奥行きがある、そんなね、イメージ、感覚の中ではねそれぐらい奥行きを持ってるんですね。なので先ほどまでのね下地ってのはね、もう奥行き、奥の色合いをね作り出すっていう感じで、土台のね世界を作っておりましたけども、こっからはねいよいよね手前の リアルなね立体感というかね、そういうところですね。このね奥のね影と手前の光ね、影の部分、光の部分っていうかね、陰と陽っていうものをね、表現しているような、そんな感じですね。はい、だいぶね完成に近づいてきました。これねかなり部分的にね途中途中をね削除というかね省いていっているので、今回割と短い動画にね収めましたが、これ右上にちょっとね今月をぼんやりとね、ふんわりと月をイメージして、ふんわりね載せております。このね月の光に照らされた桜のねイメージですね。はい、こんな感じにね質感、様々なね質感を出しながら、ふんわりとね柔らかさも表現してみましたが、いかがでしたでしょうか。ね、様々なね奥のね土台の色合いっていうものがふんわりとねこう浮かび出てね、表面に浮かび出てきておりますよね。いつもならねこのね表面にもね強い色をね持ってきてメリハリを出す描き方とかもするんですけども、今回はねこの土台に深いねこう色合いを持ってきて、ふんわりとね表面的にはね柔らかいね幻想的な雰囲気にね仕上げてみました。ということでね、最後までご視聴くださりありがとうございました。チャンネル登録と高評価のグッドボタンの方もよかったらよろしくお願いいたします。